はじめまして、よろしくお願い申し上げます。低血糖と脳卒中の見分けは簡単なものでしょうか。よろしくお願い申し上げます。まあ、医療者側からしたら血糖を測るだけなので、ある意味簡単です。ただ、症状だけで言うのはなかなか難しいです。脳卒中と見分けがつかないような症状、もちろん意識障害から、なんか麻痺のような症状が出る人もいますので、血糖を測らないように見分けるっていうのは、結構難しいです。なので我々は特に救急の診療は脳卒中の場合というのは必ず血糖値を測ります。はい、血糖測れば一発です。血糖値で大体もうすぐにパッと出るので見分けはつきます。ありがとうございます。はい、どうもです。